いいなあ、その麺に対して塗り込めるっつうんが。これね。見ててもさ、その塗り込めるっていう感触わかるもん。板金に限らずさ、その小さい凸凹が、なんていうの、その直しができないかとかさ、塗れないのかとかいう問い合わせはあるんですあか。るんだよね、そらね。これもパテと変わんないから、こうくぼみ取ってざっと磨いてやって、だからあれだよね、素人の人でもさ、板金凝る人は使えるよね。できますよ。特別なさ、技術なくてもさ、できるんだもんね。ただヘラを上から下に動かせばいいんだね。で、あれでしょ、ヘラのその反対側きれいにしておくんでしょ、この前教わったノウハ今回はね、ウ。ちょっとテンパっとうかな、少し。片側の反対面を綺麗にしきとれいく。にしておくんでしょ。でもそういう神経あんまり使わなくてもできるってことなんかな。だからできるんだよな。このエクボがあったらものすごく目立つでしょ。うん。これエクボ取りにはもってこいやね、所長。ざっと磨いて、黒光りしてたらあれだよね、大変だよね、その凸凹。そう、エクボっつうんですか。俺らエクボがあるからやめとけってよく言うんですけどね。それは石が飛んできたり、サビが出たりってしそうて。ですね。その薄い面が剥がれないからね、板金とその界面がね。いいな。なんか気泡の心配もあんまりないし。大丈夫ですよ。から八三の効果で使う前に、本当に外車クラスだな、これで通常の硬化剤で本当厚付けしてやって、これで薄付けしてやって、このケンメリのオーナーあれだな、幸せなんですよ。本当だよね。いいなあ、その面に対して塗り込めるっつうんが。見ててもさ、その塗り込めるっていう感触わかるもん。板金に限らずさ、その小さい凸凹が、なんていうの、その直しができないかとかさ、塗れないのかとかいう問い合わせはあるんですあか。るんだよね、そらね。これもパテと変わんないから、こうくぼみ取ってざっと磨いてやって、だからあれだよね、素人の人でもさ、板金凝る人は使えるよね。できますよ。特別なさ、技術なくてもさ、できるんだもんね。ただヘラを上から下に動かせばいいんだね。で、あれでしょ、ヘラのその反対側きれいにしておくんでしょ、この前教わったノウハ今回はね、ウ。ちょっとテンパっとうかな、少し。片側の反対面を綺麗にしきとれいく。にしておくんでしょ。でもそういう神経あんまり使わなくてもできるってことなんかな。だからできるんだよな。このエクボがあったらものすごく目立つでしょ。うん。これエクボ取りにはもってこいやね、所長。黒ざっび、と磨いて、黒光りしてたらあれだよね、大変だよね、その凸凹。そう。
エクボって言うんですか。エクボ、俺らエクボがあるから寝とけってよく言うんですけどね。それは石が飛んできたり、サビが出たりってして。そうですね、その薄い面が剥がれないからね、板金とその界面がね。うん、いいな。なんか気泡の心配もあんまりないし大丈夫ですよ。うん、だから83の効果で使う前に、うん、本当に外車クラスだな、うん、これで通常の硬化剤で本当厚付けしてやって、これで薄付けしてやって、うん、このケンベリのオーナーあれだな、幸せなんですよ。本当だよね。いいなあ、その面に対して塗り込めるっつうんが、これね、うん、見ててもさ、その塗り込めるっていう感触分かるもん。板金に限らずさ、はい、その小さい凸凹が、はい、なんていうの、その直しができないかとかさ、塗れないのかとかいう問い合わせはあるんですか。あるんだよね、それはね。これもパテと変わんないから、うん、くぼみ取って、うん、ざっと磨いてやって、うん、だからあれだよね、素人の人でもさ、あの板金凝る人は使えるよね、うん、できますよ。特別なさ、あの技術なくてもさ、できるんだもんね。ただヘラを上から下に動かせばいいんだね。で、あれでしょ、ヘラのその反対側きれいにしておくんでしょ。この前おさったノウハウ、うん、今回はね、うん、ちょっとテンパっとくから少し片側の反対面を、うん、きれいにしておくんでしょ。でも、そういう神経あんまり使わなくてもできるってことなんかな、うん、だからできるんだよな。エクボがあったらものすごく目立つでしょ。うん、これエクボ取りには持ってこいやね。ちゃんと磨いて、黒光りしてたらあれだよね、大変だよね、その凸凹。そう、うん、エクボって言うんですか。エクボ、俺らエクボがあるから寝とけってよく言うんですけどね。それは石が飛んできたり、サビが出たりってして。そうですね、うん、その薄い面が剥がれないからね、板金とその界面がね。そうですね、うん、いいな。なんか気泡の心配もあんまりないし大丈夫ですよ。うん、だから83の効果で使う前に、うん、本当に外車クラスだな、うん、これで通常の効果剤で本当厚付けしてやって、これで薄付けしてやって、うんうん、このケンベリのオーナーあれだな、本当だよね。いいなあ、その
その面に対して塗り込めるっつうんが、これね、うん、見ててもさ、その塗り込めるっていう感触分かるもん。板金に限らずさ、はい、その小さい凸凹が、はい、なんていうの、その直しができないかとかさ、塗れないのかとかいう問い合わせはあるんですか。あるんだよね、それはね。これもパテと変わんないから、うん、くぼみ取って、うん、ざっと磨いてやって、うん、だからあれだよね、素人の人でもさ、あの板金凝る人は使えるよね、うん、できますよ。特別なさ、あの技術なくてもさ、できるんだもんね。ただヘラを上から下に動かせばいいんだね。であれでしょ、ヘラのその反対側きれいにしておくんでしょ、この前おさったノウハウ、うん、今回はね、ちょっとテンパっとくから少し片側の反対面をきれいにしておくんでしょ。でも そういう神経あんまり使わなくてもできるってことなんかな、うん、だからできるんだよな、このエクボがあったらもうすぐ目立つでしょ、うん、これエクボ取りには持ってこいやね。ちょっと磨いて黒光りしてたらあれだよね、大変だよね、その凸凹。そう、うん、エクボって言うんですか。エクボ、俺らエクボがあるからやめとけってよく言うんですけどね、うん、それは石が飛んできたり錆が出たりってして。そうですね、その薄い面が剥がれないからね、板金とその界面がね。うん、いいな、なんか気泡の心配もあんまりないし大丈夫ですよ。うん、だから83の効果で使う前に、うん、本当に外車クラスだな、うん、これで通常の効果剤で本当厚付けしてやって、これで薄付けしてやって、うん、このケンベリのオーナーあれだな、幸せなんですよ。本当だよね、いいなあ、その面に対して塗り込めるっつうんが、これね、うん、見ててもさ、その塗り込めるっていう感触分かるもん。板金に限らずさ、その小さい凸凹が、なんていうの、その直しができないかとかさ、塗れないのかとかいう問い合わせはあるんですか。あるんだよね、それはね。これもパテと変わんないから、うん、くぼみ取って、うん、ざっと磨いてやって、うん、だからあれだよね、素人の人でもさ、あの板金凝る人は使えるよね、うん、できますよ。特別なさ、あの技術なくてもさ、できるんだもんね。ただヘラを上から下に動かせばいいんだね。であれでしょ、ヘラのその反対側きれいにしておくんでしょ、この前おさったノウハウ、うん、今回はね、うん、ちょっとテンパっとくから少し片側の反対面をきれいにしておくんでしょ。でも そういう神経あんまり使わなくてもできるってことなんかな、うん、だからできるんだよな。エクボがあったらもうすぐ目立つでしょ、うん、これエクボ取りには持ってこいやね。おちょっと磨いて黒光りしてたらあれだよね、大変だよね、その凸凹。そう、うん、エクボって言うんですか。エクボ、
俺らエクボがあるけん寝とけってよく言うんですけどね。それは石が飛んできたりサビが出たりってして、そうですね、その薄い面が剥がれないからね、板金とその海面がね、うん、いいな、なんか気泡の心配もあんまりないし大丈夫ですよ、うん、だから83の効果で使う前に、うん、本当に外車クラスだな、うん、これで通常の硬化剤で本当厚付けしてやって、これで薄付けしてやって、うん、このケンベリのオーナーあれだな、幸せなんですよ、本当だよね、いいなあ、その面に対して塗り込めるっつうんが、これね、うん、見ててもさ、その塗り込めるっていう感触わかるもん、板金に限らずさ、はい、その小さい凸凹が、はい、なんていうの、その直しができないかとかさ、塗れないのかとかいう問い合わせはあるんですか、あるんだよね、それはね、これもパテと変わんないから、うん、くぼみ取って、うん、ざっと磨いてやって、うん、だからあれだよね、素人の人でもさ、あの板金凝る人は使えるよね、できますよ、特別なさ、あの技術なくてもさできるんだもんね、ただヘラを上から下に動かせばいいんだねで、あれでしょ、ヘラのその反対側きれいにしておくんでしょ、この前おさったノウハウ、うん、今回はね、うん、ちょっとテンパっておくから少し片側の反対面を、うん、きれいにしておくんでしょ、でしょ、でも そういう神経あんまり使わなくてもできる、うん、ってことなんかな、だからできるんだよな、うん、エクボがあったらものすごく目立つでしょ、うん、これエクボ取りには持ってこいやね、ちょっと磨いて黒光りしてたらあれだよね、大変だよね、うん、その凸凹、そう、うん、エクボって言うんですか、エクボ、俺らエクボがあるから寝とけってよく言うんですけどね、うん、それは石が飛んできたりサビが出たりってして、そうですね、うん、その薄い面が剥がれないからね、板金とその海面がね、うん、いいな、なんか気泡の心配もあんまりないし大丈夫ですよ、うん、だから83の効果で使う前に、うん、本当に外車クラスだな、うん、これで通常の効果剤で本当厚付けしてやって、これで薄付けしてやって、うんうん、このケンベリのオーナーあれだな、本当だよね、いいなあ、その面に対して
塗り込めるっつうが。これね。うん。見ててもさ、その塗り込めるっていう感触わかるもん。板金に限らずさ、はい、その小さい凸凹が、はい、なんていうの、その直しができないかとかさ、塗れないのかとかいう問い合わせはあるんですか。あるんだよね、それはね。これもパテと変わんないから、うん、くぼみ取って、うん、ざっと磨いてやって、うん、だからあれだよね、素人の人でもさ、あの板金凝る人は使えるよね、うん、できますよ。特別なさ、あの技術なくてもさ、できるんだもんね。ただヘラを上から下に動かせばいいんだね。で、あれでしょ、ヘラのその反対側きれいにしておくんでしょ、この前おさったノウハウ、うん、今回はね、うん、ちょっとテンパっとくから少し片側の反対面を、うん、きれいにしておくんでしょ。でも損傷神経あんまり使わなくてもできるってことなんかな、うん、だからできるんだよな。このエクボがあったらもうすぐ目立つでしょ。うん、これエクボ取りには持ってこいやね。おちょっと磨いて黒光りしてたらあれだよね、大変だよね、その凸凹。そう、うん、エクボって言うんですか。エクボ、俺らエクボがあるから寝とけってよく言うんですけどね。それは石が飛んできたり錆が出たりってして。そうですね、その薄い面が剥がれないからね、板金とその界面がね。そうね、うん、いいな。なんか気泡の心配もあんまりないし大丈夫ですよ。うん、だから83の効果で使う前に、うん、本当に外車クラスだな、うん、これで通常の硬化剤で本当厚付けしてやって、これで薄付けしてやって、うん、このケンベリのオーナーあれだな、幸せなんですよ。本当だよね。いいなあ、その面に対して塗り込めるっつうが。これね、うん、見ててもさ、その塗り込めるっていう感触わかるもん。板金に限らずさ、その小さい凸凹が、はい、なんていうの、その直しができないかとかさ、塗れないのかとかいう問い合わせはあるんですか。あるんだよね、それはね。これもパテと変わんないから、うん、くぼみ取って、うん、ざっと磨いてやって、うん、だからあれだよね、素人の人でもさ、あの板金凝る人は使えるよね、うん、できますよ。特別なさ、あの技術なくてもさ、できるんだもんね。ただヘラを上から下に動かせばいいんだね。で、あれでしょ、ヘラのその反対側きれいにしておくんでしょ、この前おさったノウハウ、うん、今回はね、うん、ちょっとテンパっとくから少し片側の反対面を、うん、きれいにしておくんでしょ。でも損傷神経あんまり使わなくてもできるってことなんかな、うん、だからできるんだよな。このエクボがあったらもうすぐ目立つでしょ。うん、これエクボ取りには持ってこいやね。おちょっと磨いて、黒光りしてたらあれだよね、大変だよね、その凸凹。そう、うん、エクボって言うんですか。エクボ、俺らエクボがあるから寝とけって
よく言うんですけどね。それは石が飛んできたり、錆が出たりってして？そうですね。その薄い面が剥がれないからね、板金とその界面がね。うん。いいな。なんか気泡の心配もあんまりないし。大丈夫ですよ。うん。だから83の効果で使う前に。うん。本当に外車クラスだな、うん、これで通常の硬化剤で本当厚付けしてやって、これで薄付けしてやって、うん、このケンベリのオーナー、うん、あれだな、幸せなんですよ本当だよね。